せいろ。よっしゃ、開けてくれ。シューマイときたか。言っとくが、俺はシューマイにはうるさいぜ。おう、黄色い皮、上に乗った黒く光るかけら、なんともカラフルだ。なるほどな。まず一つ目は鶏の卵だ。その通りです。そして二つ目はアヒルの卵。このシューマイの上に黒く輝くもの、ピータンだ。見ただけで。三つ目はどうやら食わなきゃわからんようだな。これが三つ目の卵ってわけか。うめえ。皮に練り込まれた鶏卵の甘みが、それを絶妙に引き立てるピータンの塩気とともに前奏を奏で、そして具に仕込まれた三つ目の卵の弾けるメロディーが味全体を躍動させる。この三つ目の卵の正体はカニの卵か、坊主。ああ、その通りです。この時期一番美味しくなる上海ガニの卵を肉あんの中いっぱいに詰めました。ニワトリアヒルときて最後にカニの卵を。見事に相乗効果を発揮している3つの選択。そしてシューマイを卵料理として出すスピリッツも見事だ。